おはよう。おはようございます。ですね、イシちゃんのお友達がですね、近々ご結婚されるそうなんですよ。ああ、はい、結婚してるんですけども、はい、式、挙式を、はいはいはい、挙式と披露宴を始めるということで、で、はい、まあよくあると思うんですけども、うん、あのまあメッセージ V みたいなのがあるんで、まあ、知らない人でも芸人さんとか特にやられることが多いと思うんですけど、まあ、なかなかあれのリアクションで見ることないですよね、お二人って。ない、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 ない。やって受けてるのかどうなのかっていうのを、それ僕、式に参加するので、今日やっていただいて、そのリアクションもちょっと取ってくるので、まあ滑らない挨拶ね。挨拶ね。鉄板のやつでいいわけですね。鉄板のやつでいい。絶対に受ける。これはでも、あの大事だと思うんですよ。よくあの他の人でも参考にもなります。なるほど。うん、絶対に受ける結婚式 VTR は何でしょうという。余裕。はい。余裕です。余裕です。はい。なのでちょっととりあえずここで一回。お名前は田口ですね。田口。直樹と直樹くん。高子。直樹くん。はい、直樹さん高子さんご結婚、はい、もう全然。もう何回もやってきてるから。今もうできますか？打ち合わせなしで。いける。さすがです。それ。はい。じゃあ。よろしくお願いします。直樹さん、高子さん、ご結婚おめでとうございます。キングコングでございます。まあ、こういう縁があってね、こうやってメッセージをさせていただいたんですけども、ね、いや本当にね、もう、うん、いやありがたい限りですよ。やっぱこういう皆さんがいるおかげで我々で、ね、ご飯食べれてるわけですから。うん、でまたこのメッセージのね、こう機会いただいてね、うん、こうやって式場で多分流れてるわけでしょ、これが。うんうん、本当にありがたいなと、私あの心からね、なんかこう非常にこう感謝してるんで。なんか変な感じで、ね、ちょっと何、えらい丁寧やな。いや、丁寧やなんてそれ挨拶も下から丁寧にいた方がえわいな、お前。あ、そうか、お前好感度めっちゃ低いらしい。やめろ、やめろ、お前忘れてくれよ、お前。めっちゃ嫌われてるんですよ。嫌われてるとか言うな。大変やぞ、お前、嫌われたら。嫌われたら大変なんだ。大変や、お前。それはお前、街中でキングコングの西尾さんですよねって声かけられて、あ、どうもどうもって停車してみたら、あ、大丈夫ですか言われるの。すごいな。大変やな、お前。ひどいっすね。でも実際嫌われてんの、生活保護に手出したお前。やめろって言ったんだよ。キングコングでした。ありがとうございます。じゃあ、これを。はい、っていうか、あの実際の、確かに見たことないわ。